はい、フローチャート漢方薬治療2の解説の続きです。35ページ、タイトルは風邪、がっちりタイプには魔王湯というものです。がっちり35歳、昼頃から発熱し始める。その後38度近くになり、病院関係者にて即外来を受診した。汗はかいていない。そこで汗が出るまで魔王湯を 2,3 時間おきにお湯に溶いて飲み、布団で休むように指示する。発汗後は再呼吸人に変えるように伝える。翌日には元気に勤務に戻るという症例です。魔王湯はね、杏仁、魔王、桂皮、甘草です。杏仁が咳止め、魔王と桂皮が発汗鎮痛ですね。魔境関係糖、魔境関石糖の石膏を桂枝に変える。魔境関係糖が魔王糖です。生薬のポイント、魔王糖27は魔王が 5g、 エピが10糖、28の 6g に次いで多い。魔王がたくさん飲める人を実証、魔王が飲めない人を巨匠と簡単に考えるのがモダン漢方の立ち位置。魔王が飲めないとは、胃がムカムカする、心臓がドキドキするなどの不快な作用を感じるということ。僕は風邪の漢方薬は和漢でいう実証から巨匠に向かって、ね、一番実証が魔王湯27番、次葛根湯、中肉中背かやや実証です。1番、中肉中背かやや巨匠向き、それは魔王病最新湯127番で、一番巨匠向きが酵素酸70番としています。繰り返します。実証から巨匠に向けて、魔王湯、葛根湯、魔王病最新湯、酵素酸です。レベルアップ。実は巨匠実証の定義はまちまちである。そうであれば処方選択にとって有用な方法が採用。モダン漢方では西洋医が補完医療として保険適用漢方薬を使用するという立場をとっています。風邪に良い西洋剤はなかなかないので、急性疾患でも漢方の出番は多いと思っています。風邪に対しては結構効きます。消化機能が筋肉量にほぼ比例すると考え、漢方薬を選択しても極端な間違いはありません。つまり実証巨匠というのは筋肉量でもいいんですね。そうすると基本年齢に沿ってだんだん巨匠の方に向かっていきます。そんなことも含めてね、ご理解ください。タイトル35ページのタイトルは風邪、がっちりタイプには魔王湯ということでした。はい、フローチャート漢方薬治療2